か本当に今日このステージに立つまでにすっごいいろいろ考えてすっごいいろんな気持ち込めて歌おうって思ってたんですけど、なんか今日朝起きてこうスタジオで発声しているとポカーンみたいな、あれーみたいな、なんかってすっごいなんかもう自分でもびっくりするぐらいすっごくすっごく考えていたものとかが真っ白になっていて、もうさっきまで不安で不安でいっぱいだったんですけど、こうやってステージに立ってみんなにご挨拶しながら火を灯していく中で、これは今日は絶対成功させてやるみたいな、なんですかね、勇気というかパワーが湧いてきて、今日に良かったです、良かったです、私なりにはすごく良かったです楽しんでいただけたかなと思います。それでは待ちに待ったマイブラザーをお呼びいたします。皆様拍手でお迎えください、音丸義秀加藤雅樹。ちなみにですね、先ほどカレー食べてると言ってましたが、ここのカレーがすごく美味しいんですよ。あの皆様お腹空いたら全然曲中とかでもいいのでカレーくださいと、いってらっしゃいませ。あれなんですよ、ちょっといや焦りましたねかなり焦りました、カレー食ってるとこで。もうねセットリストちゃんとしてたんですよ。いやちょっとだけ言い訳いい、言ってもいい、うん、ちょっと弁明してですね、ちゃんとさ、ごめんなさい、せっかくさ、みーちゃんがねムードなところ作ってるのが、この前がやんがやうるさいね、男の喋りなんですけど、すごいいいのよ、ちょっと言い訳タイムを1分少しだけ、はい、少しだけもらえるんですよ。そう、5時頃にね、あのリハも僕ら実は到着してて、で、通して、みーちゃん今日よろしくお願いしますみたいなのさっきわけでしてて話してて、僕らアンコールでちゃっかり出るもんだと思ってましてそう、だから、なんか、いやごめんなさい、こんな完全浸透をしらけさせるようなねえ、ダメでしょ、ダメで、お前がカレー行こうって言ったんだから。いや、本当にここのカレーでもそれぐらいのこう、美味しさがね、宣伝させてください。本当に美味しいですよ、ポークカレーが美味しくて700円で、いや、でも今そこで完全に食ってたんですよ。いや、そうなんですよね。ねえ、だからちょっといい匂いしてたら完全僕らのせいなんですけれども、でも今も置いてあるので、きっと匂いだけは来てる感じ。終わったらまたそこで多分食べていいと思います。はい、ごめんなさい、失礼しました。失礼しました。え、大丈夫ですか、はい、水分、はい、大丈夫ですすごい、いい匂いしません、すごいしますよね、すっごいカレーのいい匂いしますではお楽しみください、1、2、2、5。Yeah.
ありがとうございました。